今回はですね、あの新地学徒である者たちがサナトクマラを崇めるという形になっているところを見るとですね、これはですねソフィアという女性ではなくてデミオグル,ルゴスをまあ生み出す役割のものはですね男性であるべきなんですね <laughs>。でそうすると男性であるロゴスがですね過失を犯して宇宙が創造されたとする宗派がやっぱりちゃんとあるんですね。 でこれが今日あの紹介する「三部の教え」という教えなんで非常に重要なものでしてここの三部の教えをきちっと理解することがあの神知学をちゃんと理解することにつながるということが分かると思いますね。今日はねその三部の教えの概論っていうかころがあるんですここがねものすごくよくまとまっていてあの見事な要約になっているんですね。 あの今日見るだけで3部の教えっていうの構造がです、ね、あの分かりますこれはあの解説者の方役者の方があの見事なこの表を作ってくれてるんですねこれはものすごく見事で分かりがいいというかさあこういうふうに上のプレーローマそしてロゴスのプレーローマそして競輪という3層構造になっているさらにえー ここに楽園というのがあってでここにも楽園があってでこう楽園の木っていうのがここに、ね、あるっていうよりはまあ本当はここの中にあるんでしょうけどねえ考えるんでしょうけど、まあ、三層構造になっているそれから、えー、巫女もそうなんですけれども、えー、上にキリストがいるんですねで巫女はここにもいてでこの巫女が地上に転生してくるんですねっていうやはり三層構造になっているっていう形でえー すべてのものがですね、三重の意味を持っている。それで三部の教えという形になるわけです。はいはい。その後さらに造物神、すなわち旧約聖書の神とその部下のアルコーンたちが生成してくる。しかし彼らが神魂的なものたちと物質的なものたちの領域を初めて作り出すのではない。あの造物神とアルコーンがね、これは非常に大事なことなんですね。現代の神獣学もこの路線で言ってます。あの旧約聖書はね。 あの旧約の神造物神が宇宙から何から全部天使も人間も全部自分で作ったことになってますね一人で。ところがですねグノーシス特にこの「三分の教え」はそうではなくてまず物質的なものたち神魂的なたと霊的なものたちはもともと覇権を争ってあの上に行こう上に行こうとするんですね自分が支配者になろうとします。そういういい中で非常に力の強いものたちが出てきてき ね、その非常に力の強い者たちをロゴスが任命をしてアルコーンとして支配者として任命していくんですねで最後に全体を統率する造物神というものをロゴスが任命するんですね最高に力の強いものだから造物神はほとんど最後に現れる一番力の強いアルコーンなんです これ面白いですねだから動物心ですらですねロゴスによって最後に作られているしかも作られた順番は最後の方だということであのこれは現代神珠学につながっている思想なんですね現代の神珠学もそうなっていますでこれは現代の人間の国家の,生成あの成立とも非常に近いですよね大統領っていうのはねやっぱり最後近代になって生まれてくるんだと思うんですよ。だからあの最高のの支配者っていうのはやっぱり後でで出てくるわけで あの最初からその最高の支配者である動物種が出てきてそれが全部宇宙を作り出すっていうのはやっぱおかしいまああの今見たようにですね三部の,の教えというのは非常に独特な教えであのユニークなものの考え方をしていますであのこれが正しいかどうかっていうことは別としてね彼らがこういう世界観でこの世界を理解しようとしたから霊的な世界も含めて理解しようとした。 でその彼らが理解しようとした世界観の中に非常に大きく旧約のの神いいうのがいるんですねその「旧約の神」っていうものを彼らがどう理解したらいいかが分からないそういう中から編み出してきた彼らの神話なんですねそして神話体系なんですだからそれは現実に霊的な統治者が誰なのかとかねあのそしてその,なんかその部下が誰なのかどういうふうに統治されているのかっていうのはこれは全く別の話です。どちらかといっったたこういった 三部の教えっていうような神中学につながるような神話体験の中から現代の神中学というのが現れてそして徐々にですねいや実はその最高の支配者はサナトクマラなんだよとかねそれからそのキリストと言われているのはマイトレイヤなんだよとそれから各社たちなんだよって言ってその支配者アルコーンたちをちょっとずつこう出してきたそれがあの現代の神中学なんだっていうことですね。